はですね、いろんなバスロッドの長さあります。で、館長が釣りやり始めた時よりどん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 ロッドの長さって長くなってる。最近ちょっと見直されてきたのがまた逆にショートロッドで6号ぐらいが、今で言ったら基準の長さなんだな。そのショートロッドのいいところ悪いところっていうのをいろいろとこう試してみたいなと思って、2023年発売になります。エバーグリーンコンバットスティックフェーズのマスターアーチャー56で、これを使って、メリットデメリットっていうのをいろいろ検証していきたいなと思ってます。でね、館長一人ではなくて今日はゲストに来てもらってるんでちょっと紹介したいなと思います。琵琶湖ガイドで頑張ってます、安岡だ。こんにちは。初めてな。こんにちは。失礼します。はい。こんにちは。はい。岡田康弘です。はい。今日は石井館長と一緒にね、はい、この新しいフェイズのマスターちゃん。使って。うん、いろいろとね。一緒にね、うん。検証していきたいなと。そうですね。まあ、いいとこ悪いとこを含めて、いろいろやりましょう。はい。はい。じゃあ、早速、行ってみる？行ってみましょうか。はい。行くで。オッケー。ヤブコギ今日大変やで。ちょっと。意外にみんなが思ってるショートロッドは飛ばないっていうのは小さいモーションで振れるからいいっすね。てかもうこれじゃないと無理、こういう短さじゃないと。取った、ネット向こうよ、やばい、パンバシって合わせやん。もう取ったけ、取ったけ待った。上でやるとこんだけしか動かへん。隙間狭かったっすね。うん、だいぶ入れられたから、だいぶ奥まで他のより入れられたから。なんか釣れましたわ。なんかしれーっと釣ってますね。しれーっと釣れましたけど、マスターチャーで。今からね、ちょっとみんな気になる、マスターチャーとスピットファイアの飛距離の差。はい。で、使ってるのがゲジ。そうですね。ノーシンカーでちょっと。ノーシンカーのゲジですね。はい、これでどれぐらいの飛距離の差が出るか。ちょっと検証してみましょう。はい、見てねー。OK、行きましょう。弾道がちょっと低い。そうですね。いっぱい投げる。えい。まあこんなもん。まあまあ全然問題ない飛距離やね。こんなもんですよね。なんかうわ飛べへんなっていう感じではない。しっかり投げてあげればそれなりにちゃんとしっかり飛ぶ。あ、飛んでるやん。ね。十分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 。十分っすよね。十分。こんだけ飛んだら。こんだけ飛んだら十分。では全く同じセッティングで。ライは何ポンド？ライは4ポンドです。4ポンド、一番使う用途で使う長さと硬さ。そうですね、6号の L、はい、でやってみ、投げるルアーはゲジで全く一緒です。それでまあみんなね、飛距離どれぐらい変わるんかという気になってると思うんで、飛距離をどれぐらい変わるでしょう。いや一緒、え待って、もう一回やって。まあ今ので若干若干ぐらい1メーターも変わってこなくなる。もう一回いい？そんな差がなくない？そうですね、なんかほんまにちょっと押し込めてる感はありますけど、そんな劇的に変わるっていう感じはしない。あのです、ね、うん、みんなが多分気になるショートロッド飛ばないっていう、飛ばないっていうのと、うん、イメージロングロッドやから飛ぶっていうのは、まあ、キャロとかでねバーンってやるのはちょっと別かもしれんけど、うん、まあ僕やっぱりスピニングで使うレベルでいうとほんま誤差、うん、気にならないぐらいのレベルですよね、今の距離やったら、うん、長さ的にはね。そうですね、そういう意味では意外 に, 意外にみんなが思ってるショートロッドは飛ばないっていうのは、外今ちょっと打ってやったんで、はい、ちょっと中やってみて。あー、オッケーっす、うん、ちょっと中やってみましょうか。ガビガビこそこういうとここそですもんね。マッサージャーの真骨頂でしょ。行きましょう、行きましょう、ちょっと行って行って、こういうとこやで、いける言うて滑ってるけど、よいしょ。この狭いとこで、お、
小さいモーションで触れるからいいっすね。てかもうこれじゃないと無理、こういう短さじゃないと。バックハンドもやっぱ掘りやすいね。入る入る、全然入りますよ。すごいモーション出たらもうこんだけしか動かしてないもんね。標準の65、64、65とかやったらこの高さでももう当たるもんね。短いテイクバックで狭いスペースで掘れるのはこのショートロッドならではの利点かな。全く関係ないとこです。うわ、もうおらんか。おっしゃ、来たういー、かわいいな、かいらしいやつこんなごちゃごちゃしたとこでも、まあ、ショートロッドやからね。キャストできないとこれ、この小さいサイズでも食わせられへんから。キャストできたからこそのマスターちゃんね。でもほんま無理やんね、こんな狭いとこ。ショートロッドならではの釣りかなと思います。うわ、でっか、手前映ってる、あれ、お、ほんまや、でかでか、食うで。あ、俺今ないのに。リーダー組んでるわ。絶対食う、絶対食う、絶対食う。どこ入れる？岸、めっちゃ手前、めっちゃ手前、めっちゃ手前の木の手前。あ、アサイとか、早入れたか。あかんかん、ここに入れて、中からの。うわ、今の絶対、うわ、食った。あ、そうか、合わせを多分合わせ長いと、はい、これ多分無理と思うねんな。あー、割れた。無駄無駄。おー、安く豚これやで。いたいた。あー、抜けた。うわで食わしたのにちょっと落ちた。タイトがしたいんだな。あ、違うのが。オッケーオッケー。あっちの側。あ、打った。打った。あー、まだ。長いですね、へこみ。どういうこと？合わせられへんのか。あ、硬いんや。あ、分かった。あ、せやせやせや。だからや。イメージで言うと、これマッサージャーって56のライトのスペックやねんけど、でライトのイメージで合わすんねん。今でやってんねやったら、サイトでやってんねやったら、こうフリーウィルのティップの入り方みたいな感じで、まああれはソリッドやとちょっとちゃうんだけど、ライトの竿の入り方でのイメージで食って合わせてるんやけど、ちょっとやっぱりね、56ならではの硬さがあるから、短いから、食ってバシンで普通はこう入りしろっていうのかな、ライトの入り、うん、入りしろがあるけど、表記はライトやけど、イメージね、これイメージでしてはミディアムライト ML ぐらいだから、もう L でもだいぶ硬いイメージで合わせた方がいいかも。コンバシっていうよりは、どう言ったんかな、一呼吸というか、ハム入らんと。同じライトの、フェーズシリーズでいうとスピットファイヤーの合わせをすると、さっきみたいな感じでバレちゃうわ。まあ、オーバー行ってみて。オーバーやっとほら、ちょっと低い、もう低いっていうか、竿のその曲がりを生かして投げれてるというよりかは、
そこがあんまり活かしきれてない感じはするねや、うん、でサイドでやるとこのこっからのゆっくり置きに行くキャストができるんで精度多分出てると思うね。こっちの方がどう？確かにこっちの方がよりピンポイントであそこ入れたいっていうところに的確に入ってる。多分サイドな、うん、ようなイメージ。サイドで苦手な人とか、まあ、サイドからこうちょっとアンダー気味でもこんくらい高さあったら、うん、短い分当たらないんで、ここがそういうのがやりやすいかも。その逆にこれ6号とかやったらもう入っちゃうんで、うん、こうヒップがついちゃうっすよね。振りにくい、振り上げにくい感じ。ここはショートの利点じゃないかなと。あの小場所ね、小場所、例えば距離の小場所で、距離取ったポジションから入れようとすると多分しんどいね、はい、やったら普通の、フェーズシリーズでいうとスピットファイヤーとかの方がやりやすい、はい、でもで、ね、この近距離でこういった条件で寄、うん、れば寄るほど確かに、生きるさを、そうですね、より生かしやすい、うん、生きるさを。投げてて気持ちいいですね。重要ですよね。投げやすいなとかでもいいし、この短いレングスの割に、うん、飛んでんの分かるかな。まあまあ飛んでますけどね、うん、十分ですよ飛距離で言ったら。もうスキップも、うん、今までね普通のレングスとかでやってはって、うん、こんなショートロッドをやってはらへん人で言うと、まあ、今まで以上にそのこう手首の使い方、ここを意識してやってもらうと、まあ、逆に言うたらピンポイントはビシバシ決まるし、そうです、ね、やりやすいかな、うん、まあ、オーバーでこうね、まあ、基本はオーバーで投げるっていうのはあれやけど、こういったもうテクニカルキャストバックもそうやしっていうのは可動域ねすごい使えるんで、こうやって見てもらったら分かるけどっていうのは使えるのが特徴かな。長すぎるとねこうブレちゃったりするんで、うん、こうシュッとっていう、ほんまにこういうキャストはめちゃくちゃ得意、はい、やっぱ手首のスナップはめちゃくちゃ効かせやすいグリップ周りになってるんでね、うん、だからこんだけ動くからね、上でやるとこんだけしか動かへんで、はい、上でやるとこんだけしか動かへんのが、こんだけサイドでやると、だから生かそうと思うとやっぱ横ですよね。横はすごい生きるかな、うん、横は生きますね、はい。これやさあんな、はい、上からってさ、はい、まあ、今ショートロードでこう初めてこの高さ、はい、あの結構高いやん、上から魚おったんでやってんねんけど、はい、あのどういったんやかな、普通こう上からやるとキャストします、うん、はい、でラインメンディングこうします、でまあ普通のレングスの長さとかやったら、まあ風の影響とかもいろいろあったりとかするけど、これこのレングスならではのこの張りがあるから意外に高いところからの操作性とこのラインのこうちゃんと思ってるところに入れられるっていうのは、うん、これめちゃくちゃ大事ですもんね。あるんちゃう、うん、特に PE とか足場高いとこ、うん、あ、おる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 、風の影響とか受けやすいんで、うん、これ今班長やってると PE でやってんだけど、うん、すぐにこうやっぱ、うん、メンディングだけどやりよい。石館長低いとこもやっぱりええっすね。いやもうな、あのこれはそれは間違いないな、それは間違いないなって感じですね。皆さんがね一番ショートロッドで気にしてる飛距離、それはね一日やってみて、普通のね6号クラスのレングスのロッドと比べても変わらない、飛ばないっていうのはないですね、はい、はい、もう大差なかったんでね、うん、その飛距離っていう面に関しては。ただそのロングキャストした時の秋らしい性というか、もうあのピンポイントに入れたいっていうのっていうと、やはりショートロッドでやるよりは普通のレングスとか長いレングスのやつの方がやりやすいっていうのは間違いない、はい、であくまで飛距離は出るけど、どっちかというと近距離の秋らしいキャストをビシバシ決めるっていうのにめちゃくちゃ優れてるっていうのが、ショートロッドの特徴やと思ってもらったらなと思います、はい、ショートロッドをどうしようかなと思ってる方に班長から、うん、アドバイス、ワンポイント、はい、すると今日ね、館長とかヤスとかやってた、おかっぱりでいうね、こういったもうごちゃごちゃなところ、普通のロッドやったらもうほんまに投げれへん、ちゃんと投げれたら食うのになっていうところで言うと、
やっぱりショートロッドめちゃくちゃ生きる。もうだってキャスト決まったら組んやもん。そうですね。こんなとこにあって。生きるシチュエーションが多いですよね。やっぱそういうところの。そういうところは、はい、むちゃくちゃ有効。うん、でおかっぱりでも使えるし、ボートで言うとやっぱりリザーバーとかの近距離でのアキュラシーキャストをビシバシ決めるっていうので言うとやっぱり、ね、あったらええなと思います。はい、なんで、まずねスピニングを、買おうかなと思ってる方が1本目に買うロッドではない、間違いなく。そう、うん、そうですね、うんうん、1本目じゃなくて今持ってるロッドで、もうちょっと今日みたいなシチュエーションがあってあ苦労してるなっていう方が選んでいただけるとものすごい活躍するっていうロッドになってるんで、うん、今日の、まあ、動画を参考にしていただいて、検討していただけたらなと思っております。はい、はい、まあ、なんでね、釣りの幅が広がればいいかな、はい、っていうので、あくまでこう1本あるうちのこう近距離用にしてもらったらなということです。はい、はい、それがマスターチャー、マスターチャー 56L、 はい、ではではバイバイ、ありがとうございました。